もう本当に、まあ、短期的にも、まあ、下手をするとその、イラン制裁がこれからどういうふうに増えていくのか、なんかいろんなきな臭い話もありますし、まあ、石油価格に関しては非常に不透明で、まあ、ただまずその再生可能エネルギーに関しては本当に真面目にやれば、まあ、ドイツと同じような形で進めればまず電力分野では1年で1年は10年で、まあ、10% オーダー増やすことができるという意味では、まあまあ、本当に、加速をしないといけないという、これはまあでも中長期的な話なので、とにかく短期的にはそう言っても石油以外 の、 石炭と天然ガスはまだその価格に関してはですね、石油ほどのリスクがない部分があるので、まあ、エネルギーの構造転換の時間稼ぎはできるんじゃないかと。でそうだとすると、大きく2つあってですね、まずはその、まず省エネですね。で省エネもこれまではなんかまあ、日本の場合はエネルギー経済学者があたかもなんかエネルギー政策が分かってるかのことをやっていたので、例えば経済モデルでこれ過去の統計で、まあ、せいぜい男性値は 1% ぐらいしか、まあ、男性値で省エネの効率が1% ぐらいしか上がらないんだよって言って、省エネはそんなマジックじゃないんだみたいなことをこう偉そうに語るわけですが、でももうちょっとミクロな政策がきちんと必要だと思うんですね。でそれは何かというと省エネ投資がもう音を立てて起きるような徹底的な、もうこれまでやらなかったような政策をしっかりやると。でまあ、それこそ LED とかをなんかエコポイントとかだと極めて中途半端なので、例えばまあ、企業とりあえず企業に聞くと思うんですが、省エネ設備の省エネの設備投資に関しては、まあ、とにかく思い切って固定資産税はゼロにして、それから税制の加速償却をしてやることで、一気に設備投資が進むと思うんですよね。でそうすることによってたとえ単価が上がったとしても消費量が減れば生産を落とさなくても電気料金が上がらないという構図にできるので、まあまあ、電気だけじゃなくてもちろんそれは石油を直接使う機器もそうですが、どんどん徹底的な省エネ投資を極めて投資がしやすい環境を思い切った大胆な政策を作るというのがまず一つで、二つ目はなんで高いのかといったときに、やっぱり日本の電力がブヨブヨの状態だから、為替がこれだけ日本が有利になってもそれでもようやく今ドイツと電気料金が同じぐらい、しかもドイツは税金を 40% 払って日本は 7% しか払ってないってことは、よっぽど日本の電力会社 の、 要は余分なコストがかかっていると。そこに徹底的な競争を持ち込むことによって燃料費のコスト増を、競争による、コスト低下でどこまで相殺できるかということが、それをもっとベストを尽くさないといけないと思います、ね。で、まあ、3つ目というかそれの関連で言うと、日本は例えば天然ガスの購入量というのは世界最大、LNG でいうとですね、世界最大でありながら、最も高い天然ガスを買っていると。で、その、資源の調達の仕方なんかもですね、本当はもっと工夫の仕方があるのではないかと思いますけど、まあ、そこはまあまあ、マイナーというかちょっとまた別のアングルかもしれません。まあ、そういった短期的に化石燃料が5年10年で上がる、
リスクに対してとにかく省エネと合理化競争とあと化石燃料調達の工夫というかですね、その3つ特に前2つっていうのは本当に政策によってやることができるものなので、それをしっかりやるという、走行する間に再生可能エネルギーが急速に立ち上がってくるということをやるということだと思いますね。2つ目の国の、まあ、これもなんか本当どうしようもないなと思うんですけど、大きな問題は2つあって、1つは、この国のエネルギー政策の中心にいる人たち、政治家、官僚、エネルギー会社、御用学者、マスメディアとのいわゆるエネルギーコンセプトがアナクロというかですね、古すぎるんですよね。で、これに関しては私もあちこちで書いたりしてるんですけど、京大の上田先生と国家戦略にいて菅さんに呼ばれてしばらく国家戦略の中にいた梶山さんが、なんて読んだったっけな、国民のためのエネルギー言論か、あれいい本でですね、やはり一番最初にしてきているのは新しいエネルギーコンセプトするということで、僕もあと古谷君とかも ICEP で講演するときは必ずそのパラダイムを変えると、だから大規模集中から小規模分散にとかですね、化石と原子力中心から、省エネと自然エネルギーを中心にとか、トップダウンからネットワークとか、ネットワークボトムアップネットワークとか、供給側目線で垂れ流すんじゃなくて、ユーザー使う側目線で、それからなんか技術の実証をするんじゃなくて社会の仕組みを作るとかですね、もうエネルギーのコンセプトを徹底的に変えていく、徹底的に本当にもう完全に刷新をしていくようなことが本当は必要なんだけど、なんかこう20世紀頭、下手をしたら19世紀頭の人が新しい問題を解こうとしてるから、なんかその市民参加のあり方から何からごちゃごちゃになってしまうと。で、まあ、今のあそこはもうある意味どうしようもないんじゃないかと思うんですけども、やっぱり そこはやはり民主党のその中身が問題なのは、その人、そういうことしか考えられない人をそのままやらせているから問題なので、そこはまあ民主党政権の問題で、昨日も脱原発会で同じようなことをそういうことを答えたんですけど、自民党政治は歌舞伎を演じていたと、役人と政治家が息をぴったり合わせて、まあ、50年やってましたから、つつがない歌舞伎を演じてたんですが、民主党政治は初めてだったから学芸会を演じてるとで結局政治家やってるのはどちらもですね、演劇でしかなくて、本当に政策の中身まで変えれるような踏み込んだ政治主導ができていないのは自民も民主も一緒で、そういうしっかりとガバナンスが、機能するような政治家、政治家の頭の中も新しい頭じゃないといけないんですが、それを支える戦略サポートチームみたいなのを作って、で官僚のトップは基本的に全部ポリティカルアポインティーにして、で、兵隊の人たちは結局言われたことをある程度やっていくので、そこはあれだと思いますが、というようなことがまずはすぐできることだと思います、ね、で本当はもっと時間かけてやらなきゃいけないのは結局日本の官僚というのは国も地方自治体も2年でゴロゴロ変えちゃうもんですから、ど素人なんですよね。ですからそれを、世界に通用するプロフェッショナルにしなきゃいけないと、これはちょっと時間かかるので5年10年かかるんじゃないかと思いますが、そういう10年先を見越したことをやりつつも、今すぐできることは政治主導の体制に、本当の意味の政治主導に変えていく。これも梶山さんが世界の2月号に官邸にいた経験を照らしてですね、書いていましたので、それも参考になると思いますし、ICEP の客員研究員をずっとやっていた今長野県にいる田中伸一郎さん、政治学者なんですが、彼が藤原書店の官という雑誌にもまた別のアングルで
その政治なぜ なんていうことだったかな、とにかくその問題を書いてましたので、そのあたりをしっかりと踏まえた政治主導を政治家がちゃんとやってくれればいいんじゃないかなと思いますが、なんか短期的にはちょっと難しいかもしれないですね。で、最後は原発輸出とかですね、倫理の問題で、倫理の問題は日本のこの鍵括弧付きの専門家に求めるのはほとんど無理だとそんなもの期待しない方がいいと現時点ではですね、日本の大学ってほとんど腐ってますから、タコツボ専門家しかいないですね、ほとんど。中には本当に例外の優秀な方がいらっしゃいますが、そういう人たちは大体システムから排除されているので、短期的にはここは例えば新しい安全庁とか、この規制庁という名前に私もリコメンドしたのでなるかもしれませんけど、海外のまっとうな人たちをしっかりきちんとしたアドバイザリーでつけたらどうかっていうのをちゃんと言ってるんですよね。やっぱり教養のない人に今から教養を身につけろって言ったら無理なので、日本の重箱の隅専門家にはもう消えていってもらう、10年20年の間に消えてもらうことしかなくて、で、まずはそういう形でやるしかないんじゃないかと思いますね。で倫理はやっぱり政治主導で、倫理観を持った政治家がコントロールするしか当面はないと思いますね。でもゆくゆくは大学そのものを、いわゆるリベラルアーツとして世界に通用するような健全な、日本のガラパゴスじゃない開かれたレベルの高い大学にしていく必要があるんじゃないかと思うんですけど、それもそうたやすいことではないんですよね。アメリカの大学の状況とか見てもいい大学もあればとんでもない大学があるので、単純にグローバル化すれば良くなるわけではないと思いますが、そこはそれでまた膨大なる専門領域があるし、大変だと思うんですけど、少なくともですね、真っ当なしっかりとした事実と論理と、科学的思考と論理性、経済合理性、それに、倫理というか規範性というかですね、少なくともその5つが知的な議論として政治や政策の中である程度通用する国にしないといけないと思いますので、そのためにはまずは即効性があるのは、海外の専門家を、日常的に巻き込んでいくと。で、それもあって自然エネルギー財団の方のトップにはスウェーデンのトーマス・コーバリエル、私の親友でもあるんですが、彼に来てもらって、議論を巻き起こしてもらうようなことを、期待しているところですね。そういったことをいろんな分野でやっていく必要があるんじゃないかなと。他いかがでしょうか。続きでもう一個聞いてみると、このスウェーデンのトーマス・コーバニエルさんのようなその方が発言力を持つ国と、その日本のような原子力村的な議論しかになってしまう国の何か社会文化的な病巣というか、こう原因ってちょっとなんていうかスペキュレーションみたいな話しかならないかもしれないんですけど、何が一番、今大学の教育の問題っていう一つの指摘があったんですけども、もう少しこう踏み込んでいくと、教育の中のこういう要素、科学技術教育がいけないのか、その倫理道徳教育が足りないのかとかですね、その辺で何か意見があるかと思うんですけど、教育のシステムの問題なのか、文化なのか。いや、それはもう私の専門をはるかに超えた話なんで、好きなこと、好き勝手なことしか言えないんですけど好き勝手なことは、やっぱり日本がやっぱり未だに村社会だからっていうかですね、
まず何でしょうね、日本は、まず僕の経験で言うと、あの抽象思考とか統合的な思考ができないというのは、これもはっきりしていますね。なんかあの、一応その、英語人種とか、まあ、あの、の人たちというのは、あのこう、ですね、目に見えるものとか紙に書いた数字とかは日本人もできるんですけど、もう少しそれを今度抽象化した構造的な話とかですね、それをある種共通言語として作ってコミュニケーションできるというかですね。で、その結果として、まあ、原子力の例でいうと、その原子力の その規制体系というのをそのアスメっていうのを作り上げてきているんですが、日本人はそれをよう作らなかったんですよね。で、そこにすごい差が出てきて、で日本人の抽象思考というのは、これはかつてノモンハンでジューコフが日本の、ジューコフが言ったのはあれだったのか、とにかく失敗の本質に書かれていた結論の一つだったのか、とにかく日本の、指導層というのは現実が見えてないし、対極的なこう対極感というのが非常に歪んでいて妄想的になるというか、かつては発酵一遊みたいなものになってそこに普遍性がないと、現実が見えて抽象思考が普遍性なかったらもう何があるんだっていう感じですけども、確かそういったことが失敗の本質でも書かれていたと思うんですが、その部分が結局なんていうかですね、でそれの代わりに日本の場合は村社会性っていうか、その一つ一つの原子力だったら原子力がギルドを形成していて、その中でその、空気を読みながらその場を収めるある種のその長みたいな人ですね、メンツと空気と、場の仕切りの中で、のなんていうかですね、でその抽象思考ができない、現実も見えない、あの実態としてはほとんど無能な、今回311の時にことごとく我々が目にしたような人たちも場の長としてはですね非常に優秀だったりするんですね。で、そういう人たちが自分がこういう理念だったっていうのが決まって妄想なわけですよね。で、なんかそういうことが日本のでそのより大きな社会の仕組みを作るとか、ものを作るためのルールを作るっていうのは一旦抽象的になって、で社会を作るっていうのはもっと抽象的になるんですよね。そのレベルというか、ものを作るルールのレベルですらちゃんとした意見交換をして統合して意見交換できないとすれば、ましてやその社会のルールを作るってもっとできない民族というか文化というかですね、個々人の日本人の資質ではなくて、そういう社会でそういうものを積み重ねてきてしまったんじゃないかという気がするんですね。でその結果として日本人だけで閉鎖的にルール作りが行われてしまうと全く普遍性がなくて、それこそ私がいくつかのところで書き散らしてきたような、しっかりとその環境ディスコースを積み重ねていくような、経験をもとに普遍的なルールを読み取り、それをルール化してさらに新しい問題から出得られる知見をさらに積み重ねていくということを丹念に、未だにやっていないという、そこが、何が原因というよりも結果としてそうなってしまっていると。でそこを破っていく手段としては、そういう、知的トレーニングを受けた人たちをその中にちゃんと入れて、でやっぱおかしいものはおかしいとちゃんと言うと、もちろんそれは海外で
海外じゃなくてもそういうトレーニングを受けた日本人でもいいんですけど、日本人だけだと日本はあの年下だとかですね、あの格が下だとか言うと、ね、あのその場の多さ必ずそういう人をあの潰そうとしたり、あの無視しようとするので、あのそういう時は青い目がいいんですよね。青い目で権威を持ってる人だったら、あの村社会の多さは黙ってしまいますから、短期的にはそれでやっていくしかないんじゃないかと思うんですね。そうこうするうちに日本のこう知識社会文化が真っ当な形になればですね、あのもう少し良くなるかもしれない。そこには何かメソッドっていうのはあるんでしょうかね。その思考の OS を変えないといけないという状況に今置かれていると思うんですけども、新しい思考の OS を持った若手を育てる方が早い、まあ、それはそうですね。できるだけ異質な人をどんどんっていうんですし、まあでも僕は基本的にはあの極めてあのオーソドックスなことだと思うんですね。その事実を元にするとか、原点にちゃんと当たるとかですね、データを確認するとかというのがまずベースにあるべきですね。でその上にあのそれを論理と科学的思考で組み立てて、であの経済合理性をそこに加味する。その経済合理性も市場原理主義じゃなくて、はい、まあ、社会的意義を入れた、あるいは長期的な対極的な視点の経済合理性が僕はいると思うんですけど、うん、でなおかつそこに予防原則であるとか、その、規範性であるとか、そういった視点を見るとおのずからある範囲に入ってくるんだろうと。でデタラメなことを言ってる人はそのうちの1つか2つか3つか4つか全部が欠けている人たちなのであの現実との折り合いって絶対いると思うんですよ。だけどそういうものをちゃんと組み立てるとこうなるべきだと。例えば原発は全てなくなるべきだ、でも今54基あると。じゃあその現実をどう折り合うかはあのそこから近づいていかなきゃいけないんだけど、それを全部すっ飛ばして電気が足りないんだとなんか机を叩くどっかの経団連の会長みたいな、これは大体あのさっきの5つが大体5つもないですよね。なんかね、こういう人たちはそういう人たちは早くいなくなってほしいですよね。でもでしょう、中根町民の時代110年前から同じことを言われてるんですけど、今度こそ変わらなくちゃ本当にどうしようもないと思うんですけど、今度こそ変える切り札としてはやっぱり青い目の人。いやいや、それはあくまで切り札というか、はい、あのスパイスみたいなもんですから、はい、あの我々自身で変えるため の切り札というかですね、あの大きな流れは作るしかないと、それはそれで、まあ、変えるための戦略っていうのもまたちょっといろいろ別途あって、はい、あのその場の空気を変えるために青い目は役立つんですけど、はい、それはそれだけのことで、またこの国はあのかつてから仏教からキリスト教から世界からあの入ってくるものは必ず韓国と脱退するという、うん、あれがあるので、それはあの中抜きをする文化を知っているあの日本的文化の中でまたそれに対抗的なものを作っていかなきゃいけないというようなところの緻密さも変える戦略にはいりますからね。で、まあ、僕はあのというかこの ISOP の中でやって